ウンデスリがは27日、第6節2日目を行い、内田篤人の所属するシャルケはホームで香川真司、丸岡満の所属するドルトムントと対戦し、2対1で競り勝った。前節、ブレーメン戦、3対0で今季初出場を果たした内田は2試合連続のフル出場で2連勝に貢献。香川は移籍後初のベンチスタートとなり、後半12分から途中出場した、丸岡はベンチ入りしたが、 2試合連続で出番がなかった。前節のブレーメン戦で今季初勝利を挙げたシャルケがこの日もいい入りを見せた。前半10分、デニス・アオゴの左コーナーキックにジョエル・マップが頭で合わせ、先制点。幸先よくリードを奪った。前半23分にも左コーナーキックのセカンドボールを拾ったアオゴがもう一度、左サイドからクロスを上げる。クラース・エンフンテラールのヘディングシュートはゴールキーパー。 ロマンバイデンセラーに弾かれたが、こぼれ球をクリアしようとしたアドリアン・ラモスがキックミス。最後はエリック・マキシム・シポモティングが左足で蹴り込み、2対0とリードを広げた。2点ビハインドを追ったドルトムントは苦しい試合展開を強いられたが、前半26分。シンプルなロングボールからラモスが右サイドを抜け出し、ゴール前にクロス。カーサイドのピエール・エメリク・オーバメレンが右足でゴール右隅に流し込み、 1>, 1点を返して前半を折り返した。後半開始からオーバメレンとケビング・ロスクロイツがポジションを入れ替え、オーバメレンが左サイドで内田とマッチアップする形になったドルトムーンと、後半12分にはチーロインモービレに代わって香川がピッチに入り、4、4、2から4、2、3、1にシステムを変更した。後半33分にはミロシュヨイッチのフリーキックのこぼれ球を香川が右足で狙うが、決めきれない。 同40分、香川が左足で絶妙な浮き玉のパスを通すが、ラモスの胸トラップは大きくなり、ゴールキーパー、ラルフ・ヘイマンに抑えられた。試合はそのままシャルケが2対1で逃げ切りがち、これで内田の先発復帰後、2連勝を飾った。一方のドルトムントは2試合ぶりの黒星で3戦勝ちなし、1分け2敗、となった。